ふやかしてやる。で、食べなかったら粉にして、コオロギに振りかけて、それはした方がいい。で、コンプロチェック状と、それから、はい、すいません。まず薬の説明から、今薬作ったんでね。これを私一回飲ませますけど、中身をちょっと説明しますね。まずこの A って書いたところね、これは一滴、まあ天眼瓶に入ってからこういう形になって一滴飲ませる。で、一滴を1日に2回、飲めたら4回まで飲んでいいです。1日に入ってる中身、エンドフロキサシンってレオパによく使う抗生剤です、うん、呼吸器とか消化器とか皮膚とかによく効きます、うん、それから続いて、ウルソデオキシ、まあ、通称ウルソ、ウルソデオキシコール酸、まあ、通称ウルソって言うんですけど、うん、これは肝臓を元気にする。それから肝臓の中には胆のうってあって胆汁を作ってるんですね、うん、でその胆汁は管を通って十二指腸の流れで消化を助けてるんですけど、うん、胆汁の流れが悪くなる、肝機能が落ちる。だからこの胆汁の流れを良くする。この流れが悪くなってくるとオーダーが出てくる。それから、クラミド、これは胃腸の動き機能を高める。それで食欲を増すというか、胃腸機能を高める。でそれプラス整腸作用、吐き気を抑える働きもあります。それからモサプリド、モサプリドは作用機序は違うけど、これも胃腸の動きを高めるお薬です。それから続いて、モベンタ、デモベンタンっていうのは心臓の収縮する力、お心臓トクトク動いてますよね、ちょっとだけ強くする、1割ぐらい、まあ1割もないから、心臓の収縮力をちょっと高める、プラス全身の細い血管をちょっと広げる。そうすると何が起きるかっていうと血の巡りが良くなる全身へね。そうすることによって心臓とか、まあ腎臓とか肝臓とか脳とか、まあいろんな臓器の機能を高めると、多臓器機能を高める。それからカルシウム、カルシウムも入れときます、少しね。プラスビタミンで、ビタミンには2種類あってね、脂溶性ビタミンと脂溶性ビタミンと水溶性ビタミンがあります。で脂溶性ビタミンというのはビタミンの A とか D とか E で、水溶性はビタミンの C とかです。でこの中でカルシウムの代謝を良くするのはカルシウムを取ることと、ビタミン B を上げることと、それから表面はね、あんまり日光浴しないんだけど、日光浴した方がいい、まあ、短くていいです。1分ぐらい、はい、1分前後で、日光浴ってことは UVB を浴びてほしいわけなんですよ。ただ UVB の特徴はガラスとかプラスチックを通さない、だから窓を開けて網戸越しとかにできる日でいいから、1分、1分ぐらい、ゆっくりさせんようにね。まあ可能だったらさ30分はやってもいいんだけど、まずはしたことないでしょ。だからまずは1分、1分でもなんかあまりビビってるんだったら30秒でやめてください。でこの UVB を浴びて、浴びるとこのビタミン D、 食事で取れてればこのビタミン D が活性型ビタミン D に変わるんですよね、うん、そうするとこいつがですね、活性型のビタミン D になると、これがそのカルシウムの代謝を良くしてくれる。だからただカルシウムを取ってるだけじゃダメなんですよ。で表面はさ、基本夜行性じゃないですか、うんね、昼間はそう出てこないんだけど、とはいえね、もし野生だったらね、日には絶対当たってると思うんですよ、少しはね。だからちょっとでいいから日光浴した方がいい。で日光浴するとその UVB を浴びるということと、
あとは殺菌作用もあるし、免疫力も上がる。じゃあこれも治療です。わかりました。続いて、あとは何が入ってたっけな。タウ。まあ、タウリンはよく需要競争剤にタウリン1000とかって入ってるやつでね。まあ、サプリメントですけど、肝臓を元気にするサプリです。それから、あとブドウと、ちょっとだけ甘みをつけて口当たりを良くすると。もう2つね、プロバイオティクス。聞いたことあります？プロバイオティクス。ヨーグルトに書いてある。ヨーグルトに入ってるか書いてあるじゃなくて、腸の善玉菌。腸の善玉菌を補ってご飯ちゃんと食べてくれると腸の環境が良くなる。そうすると免疫力を自分で治す力が上がります。あともう一個、ね、アガリクス。アガリクスってキノコの仲間なんですけど、キノコ類にはね、ベータグルカンという成分が入ってるんですよ。アガリクスはこれたくさん入ってるんですけど、私たちが食べるキノコ、椎茸でも舞茸でもね、ベータグルカン入ってるんですよ。このベータグルカンがやっぱり免疫力を高める。そんだけの成分がこの子の体調に合わせて粉で入ってお水で溶いてあります。だから、まあ、下にどうしても溜まるからね、よく振ってからね。それからあと有効期限が1週間です。今日から。とあと家帰ったらすぐ冷蔵。はい、1週間。そう、室温で置いておくと傷んじゃって効かなくなっちゃったりしますね。次 B。で、B は、B はそんなにいろんな種類は入ってないんだけど、B の薬は1滴で2日に1回。2日に1回。だけど今日だけ2回飲ませます。2日に1回で夜やってください。ということは今日の、今日21ですよね。東京の次23。25度で入ってる中身ですけど、ウレドニゾロン。ウレドニゾロンというのは消炎鎮痛剤、炎症を鎮める、呼吸器とか消化器のね、でちょっと痛い苦しいを取る。この消炎鎮痛剤と大きく分けると、ステロイドとヒステロイドがあります。ヒステロイドは例えばアスピリンとかね、ロキソニンとかね、そういうのですね。ただアスピリン、例えば連用すると毎日使っちゃうと胃腸荒れる。ロキソニンも毎日毎日使っちゃうと、まあ、2日3日じゃ大丈夫ですけど、何週間で使うと腎臓に負担があります。でプレドニゾロンはヒステロイドじゃなくてステロイドの方です。ステロイドってことはステロイドホルモンなんです。でステロイドホルモンの中にもいろんなのがあります。男性ホルモン、医療用でよく使うのが副腎質ホルモン。で副腎質ホルモンの中で一番よく使われるのがこのプレドニゾロンとかデキサメサゾンとか、うちがよく使うかな。胃腸への負担が少ない。で消炎鎮痛作用はヒステロイドのやつでも強い。だからこの子にとっていいことを言いますね。先に悪いこともありますからね。抗腫瘍効果、まあ、腫瘍はこの子は絡んでないと思いますけど、もし腫瘍ができても成長を抑える。それから食べる、食べる量が増える。それから飲む量が増えます。そうするとおしっこもたくさん出ると。これいいことね。で悪いこともあります。感染に弱い。ステロイド飲むと傷したりしたら悪くなりやすいし、例えば膀胱炎とかになりやすいかもしれない。感染に弱いです。だから必ずこちらの A しっかり飲んで、そうすると抗生剤を飲んでるからこれはならないようになります。それからあと一番の問題ね、ステロイドの毎日2週間以上投与してしまうとですね、これ長期投与ってことなんですけど、そうするといろんな副作用が出てくるんです。これが人間でも問題なんですけどね。ホルモンのバランスが崩れ、ホルモン病、要は副腎質ホルモンなわけだから副腎質機能亢進症とか糖尿病とかになりやすい。それからあとは腹囲膨満、お腹が膨らんでくる。まあ、いろんな原因があるんだけど、大抵ね、肝臓がでかくなってきちゃう。
それからあとステロイド性の過呼吸になると思います。呼吸が速くなる。それから神経症状、転換らしくなります。でもこれ出るの2週間以上飲みはこの辺は出ます。ここはもうちょっと飲まんとなりませんけどね。でエゴセトラ他にもいっぱい副作用があります。でも分かってるからこれは使えばね。だからもう最初から2日に2日に1回で飲んでいくとこの臓器というの副作用は出ません。で今日だけ今飲ませて今日だけ2回だけど明日からは明日は休みだ。2日に1回で、そういう形です。でこれは今から飲ませますね。で一回ちょっと長くなる。